ゆうのすけさん、こんばんは。こんばんは。あ、今日は発声いいですね。はい。うん。明日ですね、龍之介さんは、出撃をするということなんで、今深夜ですが収録しています。はい。前回のアンドロメダ銀河、はい、に引き続き、はい、メジャー大賞、取るんですよね。そうですね。はい。次のターゲットは何でしょうか。次はね、まあ、うまくいけば M45。はい、あ、プレダス、はい。うんうん。ああ、屈折で。はい。直焦点ですか。直焦点でしょうね。うん。ああ、俺は楽しみですね。ですね。まだあんまり、うん、天気がね。え？そんな天気がいい感じじゃないんだけど。うん、明日晴れないんですか。わかんないですね。え、明日ってっていうか、まあ、来週っていうのは、月齢的にはどういうふうになるんですか。もう今、下限の月ぐらいですか。いや、もうだいぶあれじゃないですか。うん、細いですよ。あ、細くなってきてる、うんうん。ああ、じゃあもう出撃はできるんですね。うん、できますね。いいですね。あ、そうなんだ。うん、まあ、晴れれば全然。晴れればいいですけどね。ああ。今って、うん、スバルってどれぐらいで何中します。2時ぐらいじゃなかったかな、確か。あ、そうなんですね。うん、忘れたけど、2時台と。ちょうどいいぐらいですかね。白明って今5時ぐらいでしたっけ。今4時じゃないかな、始まるの。4時。うん。ああ、本当に。だからまあ、11時ぐらいから、取れればいいですけどね。うん、ああ、そうですね、うん。かなりじゃあ、露光時間稼げますよね。うん。うん、あ、楽しみだ。まあ、F5.5 なんでね。え？ F5.5 なんで。ああ、そっかそっか、うん。このアンドロメダも F5.5 ですもんね。そうです、そうです。うん。ああ。これでまあ2時間3時間かけりゃもう十分だから。そうですかね。はい。まあノイズ処理あんまりしたくないんで。ああ、ね。うん。いや、もうこの作風でこの流れでいくんでしょう。まあそうですね。 M45 すごい楽しみですよね。難聴気味、難聴気味の、はい、うんうんうん、難聴気味っていうか、まあ昔、まあ、うんうん、一昔前だったらまあ全然、うん、まあ、まあ今の基準で言うとだろうけど。そうそうそう、うん、うん。あのさっき龍之介さんにあのチャットで僕の昔 の、 あのカラフルタウンのね、最優秀の時の画像を見せてもらいましたけど、僕絶対あの見ないから、自分から見に行くこと絶対ないから、でそれがなんかね目に飛び込んで、でアンタレス付近のね画像があったので、すごい今見ると難聴ですね、だいぶね。でも僕はああいうのやっぱり好きですね。当時としてはめちゃくちゃあれゴリゴリ出したっていう感じだったんですよ、多分周りからしたら。だけど今見ると難聴ってことは、うん、まあ、年々好調になってきてるってことですね。やっぱりちょっと一度ね、うん、そういうの昔の、よっちゃんのね、あのあるんで、星野牧場の海賊、海賊牧場見た方がいいよ。海賊版があるんで、いや、うん、ああいうのを見て一回目をね、リセットすることも、はい、いいかもしれないね。いや、そういうふうに、しろとは言わないんだけど、今。あ、でもやっぱり、した上で、それもなお、やっぱり出したいって言って、そういうこと、そういうこと、はい、うんうん。そうですね。ちょっと洗浄した方がいいかもしれないですね。あもうだいぶもう みんなもう、まひってる人、ことも、まひってる部分があると思うんで。はい、うん、で僕ね、かたくなに過去のやつは見ないようにしてるんだけど、うん、まあ、YouTube もそうだし、うん、でブログなんてましてやね、うん、見ないんだけど、でもまあ貼ってくるから龍之介さんがで見ざるを得ないっていうか、もうなんか貼ったさ、その何画像一緒についてくるでしょ。URA と一緒に画像がポンってもうそこにもう見えちゃってるから、そうそうそう、僕タップしてないんだけど、その画像がボンって出てるわけですよ、はいはいはい、うん、でそれもうね目に入ってくるから、あ、でも意外と難聴なんだなと思って、うん、難聴ですよね、うん、今の基準からするとね、うん、いやでも僕いいと思いますよ、あれ。あ、そうなんですか。ああいうのが。あれ何年前？ 20年近く前？2007年以降だ、8年とか、まあその辺じゃないですかね。ね、うん、やっぱり、ああいうのはいいですね。写真って感じがする。ああ。うん。写真って感じ。写真って感じがする。今のやっぱりもう、場合によって絵になってる人が。いる。ああ、そうね。まあ、まあ、どんどんディスるつもりはないけど、うん、まあでもそういう写真じゃないよねみたいなのがやっぱりあるん、散見されるんで。いや、まあだけど当時としてはかなりね、うん、まあお絵かきじゃないけど、うんうん、まあまあそうね、まあ、ね、こんな色バーンと出してっていう。そうなんですね。はい。まあやっぱりもっともっと全然出てこなかったんですね、当時は機材的な話で。そうですね。
まあ、なんかこれは本当あの原点ですよね。うん、まあ、これもだからその時に比べるともうちょっとだいぶね、無茶してるように見えるかもしれないけど、うん、ゴリってますか。いやいや、まあだけど別に変なことやってないもんね、これ。まあしてない、だからだいぶ抑えたつもりなんだけど、ね、やっぱああいう時代に比べると、うん、いやもう本当ね、原点を見せられた感じ。はい、もうずっと見てられるから、あ、うん、久しぶりにパッと見ても何も違和感ない。あ、はい、あやっちゃったなみたいなさ。なんかしばらく時間を置いてさ見るとそういうのがあるでしょ。それがないから、うん、やっぱまあ目指すべきはここかなって、うんうん、まあちょっとだからその今時の人には物足りないかもしれないけどね。あ、どう思ってるんでしょうね。みんな、うん、ゴリゴリ派の人からしたらこれどう思うの、思ってんだろうね。赤ポツねえじゃんとか。赤ポツない。言われる。確かにね、うん。でもこれだったらあれだよね。別にあの非改造でも変わんないよね。あ、そう、これいけます。ノーマルでいけるはず。そうですよね。こういう表現だったら。スバルも多分そうですよね。そうですね。うん、ああ、そうかそうか。まあまあいろんな人ね。まあ、うん、あ、まあ僕はこういう感じで行くんでしばらくは。あ、ね、あ、うん、まあまあいろんなやり方があってよろしいんじゃないでしょうか。いやいや、もうどんどん、うん、あの色濃くね、龍之介さんの、 あの主張をどんどん、はい、出してもらっていいですよ、まあ、今だからこそね、はい、え、今だからこそちょっとこういう僕みたいなこう、はい、うん、ちょっと、あ、まあそうですね、抑え目処理もありなんじゃないかなっていう、はいはいはい、ところで、いやもう今でも昔でも、はい、これは受け入れられるんで、うんうん、この流れでぜひ、はい、いいの見せてほしいなと思うんですけど、うん、まあ僕もだから別にその自分、はい、今の自分がいいなと思う方向に今処理してるんで、ええ、まあまあ、はい、うん、その中変わっていくかもしれない、まあそうですね、うん、いやなんかみんなみんな今ゴリゴリ赤パスとか出すから、ええ、アンチテーゼでやってるわけでもないんで、これがいいなと思うからやってるだけの話だから、うんうん、確かにね、うん、赤ポツがあるからね、こういうところとか、うん、そう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 、うん、だけどいや普通に撮るとないんだよっていう、うん、そういう、まあ、証明でもある、うん、まあまあアッカップだからまあほら、うん、天体写真のねそのアプローチと仕方の仕方として、はい、結局そのなんか二手に分かれると思うんですけど、うんうん、やっぱその微細なね、うん、構造をあ、うん、まあその細部まで見るっていう、ね、学術的なよく分かんないけど、はいはいはい、そういうなんか研究材料みたいな感じで見るパターンと、まあ、僕なんか普通に写真として見たいから、あんまり赤ポツ興味ないんですよね、正直。ああ、はいはい、うん。それよりも、それはもう引いてみた、引いてみた時のこのね、まあ、なんか、階調とかグラデーションの方が興味があるんで。ああ、なるほどね。まあ、そこはだからまあ趣向の問題ですよね、それぞれの。うん、はいはいはい。いやいやいや、もうあのね、その感覚がなんか、そうですね、天文屋らしくないっていうか、うんうん、まあちょっと写真、スチール写真も長いことやってたんでね、8年離れて、あ、はいはいはい、8年ぐらいやってたんで、まあまあちょっとそっちの引っ張られてる可能性もありますけど、うんうん、いやだけどそういう考え方もありだと思いますよ。はい、まあまあ、カポチはもう僕もね、あの出そうと思ったことありますけどね、うん、うん、だけど、いやいや、普通に撮ったらないんだよっていう証明だからね、うん、これ、うん、まあまあ、あ、一応、その素材としてはあるんですけどね、あ、だからまあ、強調すれば出てくるんだけど、まあ、どっか SNS とかに出すときに、ポエム書くでしょ、最初、うん、その時に普通だったらさ、ゴリゴリ出して、赤ポチ入れて、うん、で、当夜は、まあ、抜けのいい空でとかって、で、まあ、出せました、表現できましたって言うよね、その逆をやったらいいんだよ。すごく快晴で、うん、あのシーイングもよく、うん、ガイドもバッチリ、はいはい、うん、で画像処理もきちんとやったんですが、うん、赤ポチは出ませんでした。もう赤ポチのことに言及すらしてないですから僕だってもう、あ、まあね、うん、興味ないから、はい、まあ、天文学的には、まあ、ポツポツあるんだよっていうことなんでしょうけど、まあ、まああるんでしょうね、うんうん、いやだけどね、いやすごいね、やっぱ正直なんだよね、うん、正直で僕の方が全然嘘つきだから、皆さん、あの別にね、龍之介さんと一緒になって俺ら正直だよねって言ってるわけじゃなくて、この人に比べたら僕の方が嘘つきだなって思って、僕多分もっとやっちゃうもん。で皆さんも多分そういう方多いと思うんだけど、でもそういう僕から見てすごい正直で素直な、であのかついい感じのね、画像になってるんで、
まあ、その勝つ、いいって言われる方をやっぱり なんとか極めたいですよね、僕としては。あ、頑張ってね。そうですね。それが何なのかっていうのもなかなか難しいところですけど。スバルはどんなイメージでいくんですか？スバルね。はい。まあ、僕はちょっと前サドル再処理したじゃないですか、ちょっと見せてたやつ。あれってなんか結構、ああいう感じです、だから。ああいうちょっと色、なんていうのかな、なんか、知らないんですけど、はい、まあ、フィルムっぽいとか言ってたじゃないですか、よっちゃん。はいはいはい。うん、なんか、何でしたっけ、コダックのなんとか。ああ、E100S とか。E100 とか、なんか、そういう。フィルム調でいくの、なんか、ああいうのが最近、僕ちょっと、趣味なんで。あんまりその GB とかが絡まないような感じですかね。なんかそういうんでもないんだけど、はい、なんつったらいいのかな。だからまあよっちゃんの、よっちゃん流のそのすごい、まあね、あるじゃないか、一世を風靡したとか、みんなあれを真似してると思うんですけど。何ですか？いや、なんていうかこう、ゴリ、はい、ゴリっていうの？なんか、ゴリって言うの？L が結構こう、強く出てきて。ああ。ちょっと、あ、まあ、白っぽいというかなとか。ああね、うん。いや、今見ると本当白っぽいなと思って。うん、まあ、でもあれがやっぱりみんな目指してるところが多いと思うんで。うん。まあ、だからあれのちょっと逆というか。で軌道情報があんまり全然出てこないというか、そういうことですね。難しいんですけど、ね、なかなか表現するなんて言えばいいのか、はい、軌道抑え目ってことですね。結果的に そうなんですよね、うん、なんか赤っぽくなる、赤とか色がいっぱい出てくるて、ただその500ミリでしたっけ、はい、何ミリでしたっけ、490、まあほぼ500、500でスバル取るとね、結構周囲がね、あ、そうね、うん、トリミングするか、だからまあ、そうそうそう、これアンドラメダみたいな感じですよね。ああ、そうですね。これよりもさらに、まあ、はい、空間が増えちゃうんだけど。そうですね。そこで多分ちょっと寂しくなるのか、うんうんうん、そこをどういうふうにやるかですね。まあ、周りのその何でしたっけ、あれ、はい、黙々、ああはい、分身、ああ分身、分身、はい、あれをどうするかですよね。ああ、どういうふうにあれを出すか、表現するか、ふわっとしたいんですけどね、僕的には。ふわっと、まあ、青い感じ、水なんかこうね、はい、青っぽいふわっとした感じになればいいんですけど、それができるかどうかちょっと分かんないですけどね。もう淡いところは淡いままでいいんじゃないですか。まあ、基本そのつもりですけどね。まだこのアンドロメダの、ちょっとこの周りのぼわっとしてる感じ、はいはいはい、こういう感じになればいいかなと思うんですけどね。いや、いろいろほら気にするところがあって、そのメローペの下はちょっと赤い成分があってとかね。もう全然、なんかいろいろあるでしょ、うん、もう全然一切気にしないです、うん、でそこを気にしだすとその南部のメローペのちょっと下のところはちょっと赤がこう目立つような感じで処理したりとか、ちょっとバイアスがかかっちゃう、ね、そう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 、うん、それがまあ良くない、ちょっと力が入っちゃうそこにね。そうそうそう、うん、だから今回正直にこの工房のところがね、アンドロメダちょっとグリーンに転んでるっぽいっていう、うん、指摘もあったけど、うんうん、まあ、だけど正直に言うとこうなるし、うん、まあ、赤ポチも出ないと、はい、いうことだよね。ですね、うん、だからまあこれが正解ってことなんでしょうね、うん、まあ、これでなんか同じことしてて赤ポチが出てきたら別にそれはそれで別にまあそのままほっとくんですけど、消したりはしないんですけど別にあ、まあ、どっちでもいいかなと思う、その赤ポチだとかスバルの下の赤とか、うんうん、僕のアプローチとしてはね、あ、うん、まあ、それはもう絶対出さなきゃいけないっていうアプローチもあるんだろうけど、それよりも全体としてやっぱり綺麗であることが重要で、うん、そうなんですね、うん、そう、多分ね、ビギナーの人からすると、まあ、アンドロメダはともかく、スバルっていうのはあれ中心が明るいから、うん、はいはいはい、中心が明るくてそこが綺麗だから、うんうん、その美味しいところを犠牲にして周りのところ、うん、こんなに淡いところがあるんだよって出す、うんうんうん、出しても、うん、あんまり訴求力ないのかなって思うんですね。うん、まあその感じの青いところが白っぽくなっちゃって、こう、そうそうそう、ありがちですね。潰れちゃいますもんね。はい。はい、うん、それありがちだし、僕もね、うん、そこに陥ってた、うん、あ、本当ですよ。それは、それはなんでかっていうと、うん、多分、最優秀が取りたかったから、うん、なるほど。そう、フォトコンでね、取りやすいんですか、そうした方が。あ、やっぱり他との差別化っていうのが重要になってくるんで。あ、そういうこと、うん、なるほどね、うん、そう、だから出しに行っちゃうわけですけど、うん、
うん、であとほら録音時間とかもやっぱ頑張ってるわけだから、あ、そうかそうか、うん、こんだけ撮ったんだから、うんうんうん、やっぱり出しに行かないともったいないみたいな、うん、なるほど、あ、それはまあ分かる気はするけどね、うん、僕だけど今振り返るとそれがあまり嫌なんだよね、うん、あ、うん、僕なんかもそんな長時間録音できたことないからしたくても、だいたい雲が通ったりとかなりますよね。うん、5時間も録音したことないんじゃないかな、多分僕最長で、うん、4時間とかだと思った。そうそう、だから録音時間で勝負しようとすると、うん、リモートの方々がいるからね、うん、あ、まあまあ、まあ、かないこないんで、今は特にそうですね。そう、うん、だからじゃあ何を持ってってことなんだけど、うん、まあ、やっぱりね、正直に嘘のない、いや、じゃあ周りが嘘ついてとかそういうわけじゃなくて、龍之介さんのその正直さを、うん、全面に引き出す、はい、あ、まあね、赤ポチはありませんと。まあ、うん、あ、ありませんというか、まあ、まあ、まあね、うんうん、いや、うん、私のこれ撮った限りでは意識してない、うん、そもそも、うん、そうそう、でスバルの周りの淡い薄いやつも、うんうん、まあ見ようによっちゃね、モニターがちゃんと、うんうん、あれだったら見れるかもしれないけど、うん、まあよっぽどまあ淡いからないんでしょ。まあそれで出てくればいいんですけどね、うん、なんか自然に処理して、はい、結局、うん、グラデーションを犠牲にするんですよね、そういうことすると、うんうんうん、会長ね、うんうん、そうですね。で、まあそのさっき言ったスバルの一番美味しい部分、ね、美味しいとか真っ白に潰れたりとか、あ、そうですね、うん、結局、うん、まあどっかに力入れたらどっかにしわ寄せが来るんですよね、うん、もう何事も、ね、あ、だったらあれだね、そもそもその僕が言ったね、問いかけた、その500ミリで撮ると寂しくなっちゃうよねっていう、その考え方自体良くないかもしれないですね。あ、500ミリで撮ると寂しくなっちゃう、だからなるべく派手にね、周囲のガスを出そうと、その考え方自体ちょっと改めなくちゃいけないね。まあまあその、だから自信持って寂しかろうが、これがもうね、自分のやった処理なんだよということで、まあ、うん、あ、そうね、代わりにあのスバルの部分のね、うんうん、見せたい部分はやっぱり綺麗に仕上げる、うん、まあだからあれみたいな、モンキー、うん、青いモンキー星雲だと思えばいいんじゃない？青いモンキー星雲、モンキー星雲ってなんか真ん中に赤いのが ポツッと梅干しみたいなの出て、それだけじゃないですか、はい、あれ、あか周り何にもないですね、ガスとかね、あ、確か、はいはい、確か、うん、あんな感じですよね、だからあ、ですかね、うん、まあそのでもスバルのその本体のところがすごく会長が豊かなんで、うん、そうですね、うん、モンキー星雲は知らないけど、うん、素晴らそうなんで、そうですね、そう、なんかそこですね、やっぱりね、まあ、だからアンドロメダと一緒ですよね、アプローチはね、アンドロメダも結局この中央部分にもう全勢力をあです、ね、注ぎ込む感じだから、個人のバイアスが全然垣間見れないっていうか、うんうん、そこがやっぱり、はい、いいところだと思うんで、うん、まあその人によってはまあね、ええ、物足りない人も多々いるでしょうけど、うん、まあまあまあ、どう、みんなどう思ってんだろうね、うんうん、この龍之介さんのアンドロメダ見て、うんうん、特にベテラン勢はどう思ってんのかな、うん、無言って感じ、まあ、そのその物足りないかな、やっぱり、まあ、ベテランどう思うんだろう、まあ、別に時代によるんじゃないですか、結構、ね、時代からやってる人とか、あ、ここ最近、まあ、これが2000年代だったら、うん、まあ、周りもね納得の、うん、絶賛っていう感じかもしれないけど、今はどうなんだろうね。ああ、だってもう、いろんなあの手この手、この素材をもとに、いろいろやりたい人が多分多いはず。まあ、この素材からもできるし、うん、できるよっていう。あの、10時間録音とかしたらなおさらできるし。ああ、そうだね。だけど、僕は別にそこには興味がないの、うん、あれというか、まあ、他の人出してるから、もうそれでいいしね。あの見たい場合は、あそう、解剖したい場合は、そういう解剖写真いっぱいあるから、うん、もうそれで見れるじゃないですか、赤ポツとか。そうですね。僕のこの写真でそれを別に出す必要はないから、もう。うんうん、IC1396 は、中心のあたりが、うん、まあ、ちょっと青い成分があって、はいはい、でそれなんか気にされてましたよね。青がちょっとなんかあんまり意外と出てこなかったっつって、はい、うん、そうですね、で、いや、まあこれはこれでこんなもんじゃないですかって僕言ったんだけど、そういう感じであれですかね、多少やっぱりだから気にはなるんですか、気にはなってもやっぱりもうそれ以上深追いしない、ああ、うん、深追いするとおかしくなるんで、やっぱりそれを丸め込む技術が僕にはないから、なるほど、まあ、どんどんねこういう写真ってさ、うん、あの技術の進化とともにエスカレートしていきがちなんだけど、楽しいですからね、単純に
まあね、そういうのをかけていくのはね、機材を買ったりとか、うんうんうん、楽しいっていうのはあるんだけどね。そうだからそういうあのアプローチは全然僕はありだと思う、うん、否定は全くしないんですけど。はい、うん、だけど俺はそれやらないんだよ、まあ、ん俺は、うん、やらない俺はやっぱりそうですね、この、うん、なんていうの、保守的っていうか、やっぱり写真として行きたいですね、僕はやっぱり、このなんていうか、本来の。あ本来の、まあ、パッと見た時のこのだから拡大とかしない。いや僕のやつはね、はい、うん、拡大して見る写真もそれだから天体写真はあるじゃないですか。うん、いやそれはそれで、うん、いいんですよ。それネタだよね、なんかフォトショップでさ、うん、バーンと出てさ、うん、いきなり要するにカチ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 って 200%300% もうあの全体見ること一切せずにさ、もう全体多分 0.2 秒ぐらいしか見ないですよね。でもねいや、やっぱちょっとそれはちょっとね、やっぱり寂しいから、うん、だって、ね、富士山の写真をね、ええ、風景写真、見事な広角写真で撮ってきましたっつって、はいはいはい、バーンと出た瞬間に、うんうん、いきなり 200% で、あの富士山の何あのディテールをね、この、 あの雪の関節の部分をとかやらないじゃないですか。やんない、うん、まあだいぶ感謝した後にするかもしれないけど、ええ、いきなりだって見た瞬間にもうその全体のそのね、いろいろ湖とか逆さ富士とか無視して、ええ、富士山のそのね、あの山頂部分拡大してるようなもんだから、うん、はい、ちょっとやっぱそれは寂しいからね、 僕はね、僕はだから うん、そこじゃないから、うん、それをやられると、あ、いやちょっと違うよみたいな、あ、うん、いやでもね、うん、こういう話はねすごいやっぱ勉強になるし、あのやっぱ再認識しないといけない、原点にやっぱ立ち返りましょうと、うん、僕のたまにはね原点に立ち返って、うんうん、でそれでもまあゴリゴリやりたい人はまた、ね、うん、あ、いい、うん、全然いいんですよ、うん、やるのは、うん、そういうもうアプローチも僕はあると、あるのはもちろん分かってるんで、うん、そうですねだからローカルコントラストのうねりがどうとかさ、うんうん、ローカルコントラストがうんぬんとかって言い出したのも結構僕だったりするんで、うん、あ、そうですよね、うん、だからまあ罪深いっていうかね、うん、まあだから、うんうん、まあそういうのって周期があるんでしょうね、今ゆり行ったり来たりして、あ、そうですね、うん、今はもうほらもう行き着いてるから、ある意味、うん、出すところで出してるから、ね、じゃあだったらそうじゃない部分にちょっとあの、うん、まあもうね、まあ、うん、戻る人がいてもいいんじゃないですかみたいな、そういう感じですね、原点回帰ですね、うんうん、まあ、全員に戻れとか言ってるわけじゃなくて、はい、まあ、こういう人も、まあ、これを見てね、龍之介さんの今回の一連の作品を見てみんな何を感じてるかっていうところでもあると思うんで、うん、そう、うん、だからその出さなきゃいけないって、まあ、特にビギナーとかね、はい、あの中級者未満の人とかね、うん、いや出さなきゃもうそれは天体写真じゃないってことはないからね、だから、あ、そうですね、それを、はい、僕は言いたいですね、あ、うん、なるほどね、うん、まあ、いや、やっぱりもう出さないとこれもダメなのかしらみたいな。あ、いや、まあ、それはあの雑誌のフォトコンとか見てると、うん、まあ、そういうやっぱり路線が好まれる、はいはい、うん、っていうのは多いと思うけどね。うんうん、まあまあまあ。だからまあ、その流れは、うん、いや、別にまあ、それだけじゃないんだよっていうところは、うん、うん、やっぱり伝えていけたらなって。雑誌のフォトコンね、うん、なんかでも、よっちゃん、あれですよね、なんかやってましたよね、はい、ちょっと前。あれはフォトコンじゃないんだろうけど、なんか募って、はいはいはい、募ってなんかやってたじゃないですか、批評、やってました、批評、はい、僕が公表両断するみたいな、うん、まあ、そんなのディスってはなかったよね、公表して、こんな感じでした方がいいと思いますみたいな。うん、ああ、別になんか、そうですね、批評とかしてなかったけど、うん、言ってましたね、ああいうのまたやればいいんじゃないですか。あ、まあ、やるなら、まあ、コンテスト形式にして、あ、はい。うん、そうですね、フォトコンテストにして、うん、で、まあ、僕とか龍之介さんね、うん、はい、うん、それぞれにやっぱり、うん、まあ、評価、うんうん、で、まあ、コンテストである以上やっぱりね、うんうん、まあ、トップ誰っていうふうに決めるような、うんうんうん、お題を決めてっていうのは、うんうん、いいかもしれないですね。いやいやいや、うん、やりましょうよ。そうですね、うん、まあ、僕はもうね、はい、大したことないんで、あのよっちゃんが基本的にはその、もうあの 独裁的に独裁的にやればいいと思うんだけどね。いやいやいや、僕はだからあの、はい、あ、僕はこれが好きだなぐらいの感じで、あ、うん、もうそんな程度でいいんですけど、うん、よっちゃんはもう皆さんまた応募してくれるかな、うん、してくれるんじゃないの、ま、だってで前の時は来たんですか、うん、結構
まあ、前いっぱい来ましたね。あ、本当。はい、見せたい、お披露目したいっていう方は多いと思います。ああ、そういうこと。うん。で、そのお披露目したい人はおそらく雑誌とかにも投稿してるんでしょうけど、あ、うん。まあね、雑誌が全てじゃないからね。うん、うん、そうです。雑誌のあのフォトコンの選者だけじゃないからね、うん、別に。そう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 。うん、だからまあ、うん、そのまあ山中式山中流家元のよっちゃんの人はやっぱりね、はい、そのやっぱり目で、そうですね、その鑑定するのはいいんじゃないですかね。あ、うん、全然。いや、だからむしろ見てほしいと思ってる人は僕はたくさんいると思う。はい、まあ、むしろ僕はね、プレイヤーっていうよりもね、そっち側に行きたい感じですけどね、本当はね。まあ、今、龍之介さんにそそのかされて、ちょっとプレイヤー側に。いやいや、それはまあ、やっぱりそれはね。うん。うん、まあ、両方、両方やってます。京都も来るし。あ、そうですね。うん、そうですね。まあ、両方ですね。うん、両方やってます。はい。うん。やりま、やってくださいよ、じゃあ。そうですね。うん、まあ、まあ、ちょっと、うん、皆さんのコメントでちょっと意識を。そうですね。どんな、はい、え、なんか、どんな感じします？ちょっと今、まあ、あのブレインストーミング的に話してみましょう。あ、うん、まあ定期的にできるといいですよね、うん、月に1回とか、うん、1回とかね、うん、だから、まあ、まずは最初に一発ちょっとやってみて、うん、試しでね、うん、それは、うん、あのテーマ、例えば、うん、まあスバルとか秋の大賞っていうくくりなのかちょっと分かんないですし、うん、まあまあいろいろあるよね、うん、でも対象限定するのか、それともフリースタイルで何でもいいよとか、うん、そうですね、エンタメ要素を残すなら、うん、まあ、例えば龍之介さんが、うん、まあ、明日なりすごいスバルを取ってくると、うん、いやいや、やめてください、すごい、でまた僕がね、まあ、が上がるから褒めまくると、うん、そしたらあのエンタメ企画として打倒龍之介あのプレアデス星団、うん、最強争奪戦みたいな、なんかそういう企画をやるとかさ、うん、まあ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 、それなんかあれですよね、あの、うん、どっちかというとそれはなんか変わり種ですよね、普通に行くならどうなんでしょうね、いや、うん、何でもありにしたらいろんなもんが来るから、うん、まあ確かに、うん、今だったら彗星の写真とかも来るでしょ、あ、そうかそうかそうか、うん、月の写真とかも来るし、うん、で、まあ、私らやってるのはやっぱり、うん、あの星雲星団だから、うん、はい、そうですね。焦点距離をじゃあある程度絞るとかなんですか？焦点距離。星系、星系が来てもまだまだ全く、ね、土俵が別になるし。単体では評価できるんだけど、まあまあね、うん、こっちとどっち選んだらっていう話になった時に難しいんでね。うんうんうん、まあ望遠鏡縛りとかそういうこと。そうですね。うん、なまあ望遠鏡ぐらいの焦点、うん、はい、まあ、カメラは何でもいいと。そうですね、うんうん、まあ望遠鏡つってもあの、うん、ほらカメラレンズでもさ4ニッパとかそういうのもあるからね、うん、ああ、そうそうそう、うん、まあ一般的なこういう類の成形じゃないやつ、ね、少なくともじゃあ景色が入ってないってことね、うん、景色入ってない、はい、うん、そうですね、はいはい、うん、で、まあ、何がある他に。いや、まあ普通に言うとやっぱり大賞縛りとかじゃなくて、うん、まあ秋の大賞、まあ、まあ今月取ったものとかね、はいはい、あ、そうだね、はい、うん、そういう感じで月末締めとかで、うんうん、はい、で締め切って、うんうん、で選考にかけていくみたいなね、はいはい、まあ、結局だからあの、はい、あれじゃないですか、よっちゃんってほら、ええ、あ、なんていうの、別にそのごなんていうのすごいのを評価するわけじゃないじゃないですか、ええ、いつも見てたら、あの、要は、いや、何十時間も録音して、うん、ゴリゴリ出せばいいってもんでもないでしょ、そのよっちゃん的には。ああ、まあ、そういう素材で、それで感動するものであれば、うん、あ、まあまあ、それはそれでいいんですよ。だから、それが全てではないってこと、はい、それが全てじゃない。いろんな評価軸でやってるんで、うん、だって僕の IC1396 なんて、3時間未満ですからね、うんうん、ああ、ね。撮影の素材としてはね、ああの録音時間短い、これもそうでしょ、結構しんどいです、これ1時間後ぐらいですからね、うん、ちょっと1時間強、ね、だからまあだけど、そう、まあ、それに見合った、うん、そう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 、撮影機材とか撮影のその時間、うん、露出時間に見合ったやっぱり評価っていうのを、うん、まあその辺ができるのが強みですよね、よっちゃんはね。ああですね、なかなか普通の人できないからそれうん、バイアスかかるし、やっぱりどうしてバイアスかかるから、
だからまあ今フォトコンどうなってるかわからないけど、うんうん、まあやっぱりね、あの長時間は正義みたいな形になってると思うんだけど、まずだってもうほら、うん、ね、30時間って書いてたらもうそれだけで参りましたでなりかねない、うん、そうですね、うん、だからそこは迷っちゃうんで、ほら結構フラットな目で見るから、うん、そうだから長時間の露出データが正義っていう、うん、そういう構図になっちゃうと、うん、短時間でね、うんうん、仕上げた作品というのは、うんうんうん、じゃあまあなんだろう、まあ、何美しいとかいう観点で価値がないのかって話になっちゃうから、うんうんうん、やっぱりいや写真ってそういうもんじゃないかなって、うんうん、思うんですよね。そうですかね、うんうん、まあだからその辺はもう独裁でいいと思うんですよ、よっちゃん。あくまでもよっちゃんがもう美しいと思ったらそれは勝ちみたいないや、そういうもんじゃない、やっぱそうですね、うん、別に、はい、あのいいんですよ、一般的なそのフラットな評価とかそういうのは、うん、関係ないです、別に。よっちゃんがやるんだから、うん、よっちゃんのチャンネルでやるんだから。そうですね、うん、よっちゃんが美しいと思わせれば勝ちなんだから、うんうん、だから前回あの僕もねあれいろいろ見させてもらった時に、うん、2年前だったかに、うん、はい、ね、僕がすごく、うん、あの記憶残ってるのは、うん、FS60CB で、うん、あ、うん、撮られた方の作例がすごく素直で、ああの僕の中で評価高かった。ハートとかじゃないですか。ハートとか他にも何かあったと思うんだけど、僕もあれいいと思った、見てて、はい、でしょ、うんうん、だからね皆さんね、別にね、うん、必ずしも高価機材とか、うん、超長時間とか、うんうん、じゃなくても人の心は動かせると、うん、でそれをね僕はメッセージとして皆さんに伝えたいし、まあ、それ重要ですね、そこに共感された方々に、うん、ぜひあのエントリーしていただきたいと、うんうんうん、もう開催決定なの開催決定なの、うん、そうそう、だそこに皆さんが共感できるかどうかだね、うん、いやでも楽しそうですよね、うん、でまあ、あの別に超長時間でも、うん、あのあの贅沢な機材でも、うんうん、それでいいよ、ね、あの感動できればいいんですよ、うん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 、だからまあそれはまあ一つ、うんうん、に過ぎないってこと、うんうん、はい、そうそう、いろいろあるうちの、うん、一つに過ぎない。逆にだからあれでしょ、あの、はい、20分録音で出してきたからって有利になるわけじゃないってことね、うん、あ、そうそう、うん、20分でお気楽ポンで撮って、うん、適当な処理しましたって感じだったら、うん、やっぱり、まあ、僕は切り捨てるしね。だよね、うん、だからそれが 逆に有利になるわけでもないと。そう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 、うん、だからあくまでもフラットに見るってことですね、うん、そういうことですね、うんうんうん、はい、いいですねそれはね、うんうん、そうだからね、うん、写真はやっぱねそうあるべきじゃないかなって思ってて、うんうん、そうなんですよ、うん、金と時間かけたもん勝ちばっかりじゃないと、うん、まあ、有利にはなるんだけどね、うん、それはね、もちろん、あ、まあまあ有利になるしね、うん、でもそれが全てではないかなと、それが全てじゃないと僕も思うから。そうですね、うん、まあ、高い機材使っててなんですけど金の部分に関してはね、はい、まあでもまあ、うん、それが全てじゃないですか、やっぱり、うんうん、いやだけどちゃんと結果で示してるから僕は評価してます。うん、うんうん、ありがとうございますそうですね、そこにね共感いただける方が、うんうん、まああのもし開催するんだったらやりたいです、うん、あの出したいですと言われる方が、はいはいはい、まあ、ちらほらいるんだったら、うん、まあ、今月末とかね、あ、今月とか来月か、はいはい、うん、1ヶ月また新月期訪れますから、うんうんうん、ある程度閉まったところで、うんうん、ちょこちょこ出してもらって、なるほど、ね、で月末あたりに審査してみたいな形、うん、はい、できれば。じゃあ 今だともう9月末だから、はい、じゃあ10月いっぱいぐらいで取ってもらって、はい、ええって感じ。10末ぐらい締め切り、今から新月期でしょ、だって今から、そう、明日から、明日からそうですね、だから締め切りを、そうですね、10月末とかにしてとかにしといて、で11月発表するみたいな感じ、はいはい、そうですね、はい、11月のどっかで、そうですね、うん、あれいいっすね、うんうん、それいいかもしれないですね、いいね、じゃあなんかあの応募要項みたいなのまたどっかに出しといてください、あの 別動画でそうですね、うん、うん、テロップ付きで、あ、まあ、皆さんがね反応が多ければ、ね、そうね、まずちょっとこの意識調査、ね、うん、この動画に対してのコメントとか、うん、いいねで知りたいですね、そこは。あ、そうですね、うんうん、いや楽しそうですね、うん、まあその見る線でもいいからね、あ、そうですね、はい、うん、あ、見たいですってみたいなコメントでもいいし、あの応募したいですってコメントもいいし、月一のね恒例行事として、うん、はい、結果発表みたいな感じでね、うんうん、だからもう10月、うん、11月、まあそのね、12月までじゃないですか、はい、大体、うん、そうですね、うん、だから 2,3 回はできるみたいな感じだよね、うん、その次のできますね、うんうん、銀河の時期まで、そうですね、うん、だから、うん、楽しそうですよね、でもね、うんうん、
まあね、どうしても僕の好みとか出ちゃうしね、うん、それはもういやいいんですよ、AI があの別にあの評価するわけじゃないから、うん、全然いいんです、人間があの先行するわけだからね、うんうんうん、よっちゃんの感性に刺さったっていうだけで多分喜ぶ人は多いはずだから、あ、だから僕の感性に忖度したそういう作品に傾倒してしまいがちだけど、うん、それは別にあの雑誌の選者でも一緒じゃない、うんうん、めちゃくちゃ淡いの出したやつが選ばれるって、うんうん、そういう流れがあるとどうしてもそういう、うんうん、なるよね、そこに寄り添うそこに合わせに行く、うん、そうなっちゃうよね、まあ、でも人がやってる以上そうなるよ、まあでもできるもんならやってみてことでしょその、うん、よっちゃんの要はよっちゃんがアウトプットしてるような、はい、作例に寄せればそりゃあの多分好みなんだろうなって感じで、ああなっちゃうのかな、でもできないじゃんよっちゃんみたいな写真って普通にいやそんな簡単にできるもんじゃないから、昔のやつだからだけど、うん、まあでもカラーバランスとかね、うん、各色のコントラストバランスとか、うん、まあ、あとはその写真としてのね輝き感とか光の濃淡、はいはいはい、まあ、光と影っていうところもあるんで、龍之介さんなんて特にほらモノクロ写真やったでしょ一時、はいはい、うん、光とその影みたいなところをずっとやってましたね、向き合うところでもあったと思うんで、そういった寄り道みたいなものが、はいはい、まあ、生かされてるのかなって思うんですね。なるほど、はい、うん、だからその学術的に、うん、あの微細な構造を、うんうん、まあ、なるべくクローズアップしたいとか、うんうんうん、そういうちょっと路線ではないかもしれないですね。まあ、そうだよね、まあ、だから僕らは結局500ミリ前後、はい、だからまあよっちゃんは結構もうちょっとあの広角もカバーしてるんだけど、どれぐらい130、アポゾナーか、あ、アポゾナーぐらいからの135ミリからね、うん、500ミリぐらいまでの作品が多いじゃないですか、ちゃんと、うん、だから結構広範囲だと思うけどね、まあ、大体その辺だと思っとけばいいんじゃない、うん、まあ500ってことはないけど、もうちょっとあの長くてもいいんだけどね、うん、はいはいはい、800とか800とかね、うん、まあ、そのあたりじゃね、大体あの、あ、よっちゃんがいいなと思うのはおそらくね、うんうん、まあでもそういう人はやっぱり結局多いじゃないですか、この望遠鏡で撮ってる人って、あ、そうですね、うん、やっぱりそこが、はい、あの多いゾーンだと思うんで、うん、いいんじゃないかな、うん、全然、うん、なかなかねこの1396も傑作だったし、うん、アンドロメダもね突っ込みどころがないしあの突っ込みどころというかさ、うん、僕が突っ込もうとするんだけど、うんうん、むしろこの外周のね緑、うん、いや実はこれが真実じゃないかとか、うん、赤ポチがないのが実は本当じゃないかとか自分の嘘と向き合うことになるんだ、逆に、ね、うん、そうだから認めざるを得ないっていうかね、うん、なんかそういう見方がちゃんとよっちゃんできるのがすごいよね、うん、うん、だからそうそう、いやよっちゃんの作例アンドロメダとは全然やっぱり違うから、これやっぱ何言われるか分かんないわけですよ、うん、僕としては。もっとこうじゃないと、よっちゃんのその、神秘眼的にね。でも一切言ってないですよね、うん、もっとゴリゴリしないと。そうそうそう、だからでも結局も僕、もうそういうのも開き直って、関係なしにやったんですけど、でもそれでちゃんと評価されたから、あ、やっぱり見てるとこ違うんだなっていうね。だから2度3度、まあ、見せてもらって、そういう感想が出てきたから、さすがにね、今度の M45 も、まあ、あの、今回で前回のやつがミラクルだったんじゃなくてね、うん、だと思うんだけど、うん、もう安定の域でちゃんと見せてくれると思うんだけど。いやいやいや、わかんないよ、うん、あれってなるかもしれないからね、うん。事前にイメージがあるかどうかじゃないですか、こういうメジャー対象って。ざっくりあるんですけど、やっぱりね。うん、ね、あるでしょう。うんうん、まあ、これも散々いろいろボワとか言ってたからね、やる前に。眼視のボワっていうイメージ。ボワだろ、なんだ。まあ、眼視じゃ出てないんだけど、でもまあ、うん、ちょっとこう、そうですね、何パーセントから入ってるかなっていう感じする、うんうん、ボワって感じ。まあそっちに、だからちょっと、うん、あの、イメージをある程度作っといて、そっちに勝利、うん、向かって勝利したんで、ね。あれかな、うん、その撮影データとか書いてもらうでしょ、もしやるとしたら。はいはい、あ、はいはい、はい、うん。なんかあの、ほら、コメントとかはありですか。ああ、その、東野はって。ポエム必ずしもポエムじゃないんだけど、ポエムはさ、もう全然関係ない話をするでしょ。ちょっとお涙頂戴系書いて、頂戴系のなんか書いてみたりとかさ。どうですか、あの、買ってた犬の3周期で。
この写真を。そういうの入れたら有利ですか、いや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 、もうそういうの全く関係ない。うん、そういうの関係ない。はい。あの、猫、うん、猫の手をアップするときにね、玉のことを思い出します、うん、あの、文字列としかも、文字列としか認識しないから。それないの、ね、うん、ただの文字列としかも僕は思わないから。まあ、写真見る、やっぱり。コメントあった方が面白いから、ね、はい。まあそうですね、はい。それはそれで書いても、あった方がいいと思いますよ、欄は。あ、そうなんですか。書く欄は。うん。武器室だからやっぱりそのデータだけだとそれはね、うん、それはね、そういうのを書いた方が長文でね、うん、いろいろなんか、うん、あと言い訳も書いてほしいですね、言い訳、宗谷はもうあの雲がいっぱい通過してどうなのとか、うん、重要ですからそれも、うん、まあね、うん、まああとあれだね、処理フローだね、処理フロー、 そうね、それはまあ皆さんの参考になるから、うん、はい、まあ、これはすごいっていうのがあったときに、どんな処理でっていうのは、やっぱり、あの、見たい人が多いと思う、うん。あれはありですか、BXT はありですか、ああ、うん、いや、まあ、それも正直に書いてもらって、うん。うん、だから、それは全部知りたいよね。BXT って書いてるからって、別に落とすことはないってことね。関係ないです。関係ない、はい、うんうん。要は美しいかどうかですよね。そう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 。よっちゃんのセンサー的にね。うん、そうです、そうです。うんうん、はい、うん。うん。まあ、とはいえ、いろいろ知りたいよね。何のソフト使ったとか参考になった、ああ、ピクスインサイトなのか、うんうんうん、まあ今はピクスインサイトが多いのかもしれないですね、うんうんうん、はい、とか、まあまあそれはまあ普通のあれ、うん、あの雑誌のフォトコンと一緒なような感じですよ、うん、そうです、露光時間とか、うん、カメラ、ね、カメラの機種とかそういうことでしょ、望遠鏡、うんうん、そうですね、うん、あのセンスのある人って何のソフト使っても結局あれ違うなって、自分の脳内イメージと違うなって思ったらそれを完成としないし、え、何なんだろうなって、でそれを実現するコマンドがたまたまあったら、あ、これだって言って結局ね、そこにたどり着くんですよ、センスある人は、うん、そうだかもしれないね、そうだから別にあのソフトウェア関係なしに、うん、まあ、あの綺麗なの出せると思うんですよ、はい、だけどまあ一応あのね、うん、今はピックスインサイト注目されてますし、うんうん、あの書いてもらったらいいと思うんですけどね、うんうんうん、BXT も含めてどんな処理をしたのかっていうのはやっぱり興味があるんで、うんうん、BXT、まあ、使ったら使ったって書けばいいと思いますよ僕は、うん、そう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 、全然、うん、あのそれによってどうのこうのって話はないから、うん、そうそう、 BXT を使いましたが、うん、腰が思った以上に肥大し、なかなかね小さくなってくれませんでしたってもうちょっと小さくしたいんですがとかさ、いいまあ、あの、いいよね、素直にね、好感が持てますよ、うん、それを逆に、うん、書いてもらうと、うんうんうん、はい、龍之介さんもだからね、次回スバルで、うん、1% でも使ったのかどうかまた僕聞きますけど、あの課金しましたって感じ、課金して書き出しができるようになりましたね、うん、だからそのポエム欄は最大限のもう言い訳スペースだから、うんうんうん、私は BXT は、うん、あの使っておりません、逆にいやいや そんなアピールしてどうすんのみたいな、いやでもいや書かないとやっぱりでも、うん、PIX インサイトって書いてると、まあ、うん、来ないかも思われるかもしれませんが、トークじゃないけどね、うんうん、思われるかもしれませんが PIX インサイトとだけ書いとくと、痛くもない腹を探られると、うん、いうね、そのように感じてらっしゃる方も多いと思いますが、そういう人もいるかもしれないからやっぱり、うん、それは誤解でって、そうそうそう、一切使っておりません、まるって、まあそれはそれでいいよね、うんうん、まあ、僕もまあこうやって言ってるけどね、別に使ってるからってね、はい、あの綺麗だったらそれでいいと思うから、うんうん、そうですね、うん、はい、いいと思いますよ全然、うんうんうん、ちょっとじゃあ、詳細というか、なんかね、はい、応募方式とか、どうやってアップ、渡すのとか、まずは皆さんの反応ですよね。あ、まあまあね、はい、コメントゼロだったら、あの、ボツってことで。うん、いや、まあ、あれでしょう、今の話、一連聞くとさ、ゴリゴリ系の人たちは、多分控えると思うんだよね、ガチのゴリゴリ系の人たちは。まあ、作風的にね。うん、で今まで通り、多分、うん、まあ、ちょっと今のフォトコンの選者がどういうものを好むのか知らないけど、うんうんうん、そういったところに出すと思うんですけど、うん、だけど別にそれだけじゃないと、うん、ね、うん、あ、そうね、そうそうそう、うん、選者っていうのは別にそこ一つじゃないから、うん、僕が選者になってもいいわけでしょ、うん、でも今だから2つ雑誌があるから、うん、でも3つ目の雑誌みたいなもんですから、そうそう、いやもうこれがね、うん、そうですそうです、いやもうそのままよっちゃんは全然それにあのふさわしいと思いますよ、やって、うん、いや誰も文句言わない、選ばれたらさ、うん、今回の龍之介さんのね作品みたいに、う
僕がもう正直に多分いろいろ絶賛すると思うんで、はいはい、それはちょこっとなんかコメント書かれるよりも選者さんによっぽど嬉しいんじゃないかな、うんうん、結構動画だしね、うん、動画だしね、結構な生身の人間が声出して言うわけだからね、そういう価値はあるんじゃないかな、うんうん、はい、いいですよね、うん、いやかなり自信にな、僕もやっぱりね自信になる部分があるんでね、うん、こうやってそうやって言われると、そうですね、うん、いや僕の場合はまあただね、あの、うん、ケチョンケチョンにされるリスクのもとに出してるからねそういうことはないんだからね、うん、そのコンテストもあの選ばれたやつを褒めてくれるっていう企画だから、ね、いいですよね、うん、はいはい、変な見せしめみたいなものじゃないと、そうそう、見せしめになるリスク、うん、僕は毎回あるんだけど、それはないから、でも、うんうん、でもまあ選考外の人たちも一応パラパラパラってこうサムネサイズでパラパラっていう感じでやるのかな、そこら辺も決めなくちゃいけないね、まあ、だから選ばれた人たちだけをこうやるのか、うん、最優秀賞的なものだけな、グランプリだけなのか、それともまあ佳作みたいな感じで、まあ 何点か上げるのか、そういうのもあれですよね、そうですね、なんかちょっとアイデアがあったら、うん、コメントで出してくれてもいいし、ね、うん、最優秀の今月の1本ってなると、うん、多分もう動画1本、うん、そこについて語ると思う、で終わっちゃうもんね、はい、だから選ばれた人は相当嬉しいでしょうね、だからそこに時間割いて、うん、ね、あとはまあ短時間で、あ、まあ、あのなんていうの、佳作っていうのか、うん、何個かに、まあ、入選、はい、みたいな、まあ、入選みたいな感じで何個か、うん、それにまあ一言、そう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 、一言よっちゃんが好評くれればそれだけでいいんじゃないかな、はい、それだけですごい、あのいいと思います、嬉しいと思いますけどね、そう、うん、まあ、まあ、その時はだからそれはほら、こう、ここはこうした方がいい、もっと良くなると思いますみたいなのも添えてくれればさらにためになるしね、みんなその本人のためにも、いや、まあ皆さんレベル高いからだいたいもう今そういうのが言えないと思うんだけど、うん、まあまあまあ、ね、あ、前回確かさ、アドバイス希望の人は希望って書いてくださいとか、あ、そうなんだ、アドバイス不要の人は、うん、そう、そういうの書いた、選択制にしたんですよ、なるほど、うん、はいはいはい、それってどうでした、その比率、アドバイス不要、結構半々ぐらいで、あ、半々ぐらいなんだ、不要って人もいるんだ、う、うん、どうしたらいいのかっていうのを言ってもらった方が、あのためになると、そうな、言われる方もいましたんで、うん、はい、不要って人もいるんだね、そう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 、うん、意外だね、うん、そうなんだね、不要の人もいます、うん、はい、うん、そっかそっか、まあまあ、うん、まあまあその辺ちょっと、まあ、あの、うん、これをやってほしいって人がまずいるもの、いるのが前提で、いるかどうかですね、はい、そこが前提で、うん、で、まあもしそれでいるんだったら、うん、はい、もうちょっと詳細詰めていくのか、ね、そうですそうです、うん、そうね、今のところ、うん、僕のこの狭いねチャンネルのこの枠組みの中で、うん、龍之介さんっていう一人だけが、うん、ね、龍之介さんの出したやつを僕が褒めるという、うん、それがずっと来てるから、うんうん、それが、まあ、他の方々がね、うん、持ち寄ってくれた、うん、はい、まあ、いいものが、うんうん、いや僕も、ま、僕も見たいもん、やっぱそういうの、そうですよね、うん、はい、僕毎回こうやってね、うん、訴状に挙げられてまあ褒めてくれたらいいんだけどね、今のところ褒めてくれることの多いからいいんだけど、そうですね、もう分かんないですから、いつどうなるか、それも、うん、ねまあ龍之介さんにとっても刺激になるんじゃないかなとまあまあ、ね、まあまあ僕もそうだけどね、いろんな作品見るとやっぱそれはそうですから、やっぱり、はい、負けたと思うかもしれないしね、そうですね、まあ今月僕取りに行けるかどうか分かんないけど、うん、あのなんかね、あのなんだっけ、 FCT が、うん、発送連絡来たんで、お、はい、だから10月2日ぐらいには、うん、あと数日以内に、あ、そうなんですね、それ、はい、年見ました、2024年でした、それ去年のやつだったし2025年だ、ああ、来年ってこと、大丈夫ですかいや大丈夫だと思いますけどね、はい、じゃあ今週ってことか、今週、あ、そうですね、今週には来ます ね、うん、ああすごい早い、はい、よかったよかった、うん、まあ、うん、デデューサー待ちっていうのは変わんないけど、まあまあ、はい、うん、まあそれもお披露目しようかなって思ってます、うんうん、いいですね、なんかいろいろ動きが、うん、そうですね、うん、新月期でもね、やっぱりこうやって作品一つでいくらでもね、こう話の、うんうん、まあ、ネタになりますし、はい、撮ってパーンと貼ってで終わりっていう風じゃなくて、うん、うちは結構ね一つの作品でかなり、はいはい、語れるんで、うん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 、いいですね、うん、だからまあ僕らのそういう感性とかね、うんうん、どうしてもまあ個人の感性にはなるんだけど、うんうんうん、そこで共感いただける方は、うん、よっちゃんの感性でいいんですよ、これは、はい、うん、
龍之介さんは龍之介さんでやっぱりちゃんと見てもらって、うん、はい、僕もまあだから、まあ、僕が審査員に入るかどうかはまあ分かんないけど、うん、でもまあ、まあそういうのも決めていけばいいですよね、うん、そうだね、僕も、はい、まあでもこれが好きでしたみたいなのぐらいはピックアップしてもいいかもしれない、うんうん、そうですね、うん、じゃあまあ今月だから10月末ぐらいまで皆さん頑張ってもらって、うんうん、まあ、僕もね、まあちょっと、レデューサー来たらやりますけど、うん。龍之介さんはもうね、明日にでも取りに行く感じなんで。まあ、はい、じゃあ、あれですね、明日からもし取りに、まあ、意識調査的に、うん、はい。これを聞いてるって、明日取りに行かれる方は、うん、まあ明日だから、ちょっとそういうのも意識して、ね、今日になるのかな。もしかしたらこれにちょっと出してやろうっていう思う人は、うん、そう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 、うん。ちょっと意識した、ね、雑誌投稿を有無かかわらず、うんうん、はい。まあ、今回については、まあ今月、うん、今新月期で取ったやつ。今新月期にする、縛るんだ。ああ、どうしよう。先月とかでもよしとするかどうかってことですけどね。晴れないですよ、多分、今新月期。早取りの人はもうすでに、ほら、スバル取っちゃったよとかっていう人もいる。まあ、だからスバルでなくて一緒だから、多分。ああ、そっかそっか、秋の対象とか。何でもいいよね。うん。うん、とりあえず、まず。じゃあ、まあ、先月、今月で取ったものを、取るであろうもの。ああ、そうね。うん。を、まあ、月末締めでってことで、やったらいいんじゃないかな。うん、最初だから、まあ、そうですね。そうですね。うん。うん、まあ、ちょっとその辺詳細決めて、あんまり僕はその人で見たりしないんで、うん、この人だから落とそうとかね、この人だからああだとかそういうのないから、あとそのなんか商業的なしがらみも別にないからね、うん、そうそうそう、だから、うん、全然、はい、うん、高橋だからどうだとか、育成はダメだとかね、うんうん、そういうのない、うん、もうそこが一番の強みですからね、うん、このチャンネルの全くスポンサーがいないっていうね、うん、そうですね、はい、忖度しなくていいっていうスポンサーに、うん、一番楽ですよね。そうそうそう、はい、だからまあぜひね皆さん意識をね、うん、はい、やりたいですっていう人いたら、はい、コメントなり、ね、いいねボタンとかね、うん、はい、で聞かせてください、うん、これ重要ですよ皆さん、今回の、うん、今回の評価はやるってことであれば定例化する可能性があるんでね、あ、はい、そうね、一つの楽しみですよね、うんうん、月に一度のイベントっていうこと で、ね、はい、できます、そんなんでも月に1回もその審査できますよっちゃん。あんまりこうガチガチにするとね、うん、前ほら天才でさ、うん、評価点なんかいろいろ項目決めてたでしょ、ね、うん、あんまりねガチガチでやると長続きしないですよね、うんうん、そうだよね、うん、やる方が結局写真は感性だから、そうそうそう、パッと見た瞬間にっていうところでもあるからね、うんうん、はい、これいいでいいと思うんですよ僕、そうですね、もう、うん、極端な話、そう、うん、その方が長続きすると思うんで、うんうんうん、はい、ぜひね皆さんね反応をお願いいたします、はい、はい、じゃあね龍之介さん明日は、はい、まあ、晴れたら撮影に行ってくるということで、うん、そうですね、うん、はい、で僕もね FCT ね数日以内に来るんで、うん、皆さん、ね、はい、またデビュー出しますんで、ご期待ください、はい、はい、それでは龍之介さんご参加ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、それでは失礼します、はい。